白川智和白川智和6月11日から1940年4月20日は、明治から昭和前期の実業家、政治家、衆議院議員。旧姓、足達。名東剣うたりぐんり田村で、足達子平太の息子として生まれ、19歳で、中田土郡南村の白川八十太氏の養子となる。成城学校を卒業した。 1902年8月に家督を相続。21歳で、南村収入役に就任。南村会議員、長平参事員を務め、1899年、香川県会議員に選出され2期在任した。1912年5月、第11回衆議院議員総選挙に、香川県丸亀市から、立憲政友会所属で出馬して当選。次の、 第12回総選挙でも当選し、こういうクラブに移り衆議院議員を連続に期務めた。1916年1月19日、衆議院議員選挙法違反事件で有罪が確定して議員を退職。同年6月、高松地方裁判所より、大浦事件で懲役4ヶ月の判決を受け、同年10月に大阪公訴院で懲役4ヶ月、 執行猶予3年の判決を受けた。実業界では、第79銀行丸亀支店長、さぬき銀行専務取締役などを務めた。将来の本市連絡を見越して、岡山県、下津井茶屋長官の京弁鉄道付設計画が進展すると、岡山県の長山久義の依頼で、資本金の2割を出資し、1911年、 下津井警弁鉄道の設立に伴い初代社長に就任。丸亀下津井間の旅客船運航を実現した。1936年の社長退任まで無報酬であった。その他、満州、朝鮮にも進出して、運輸、建設業、農事を営んだ。1931年、大連市でのベンゾイリン不正輸入事件で、増和遺罪により、 罰金300円の判決を受けた。ありがとうございます。